こんにちは、ダイスです。今回は次回の最強レイドについて予想しながら回っていこうかなと思います。視聴者の皆さんからもコメントをね、結構いただきました。いつもありがとうございます。ということで、まずは今はまだ未登場の御三家たちについてをまとめていこうと思います。まずオーダイルとジュカインで、ラグラージ、ドダイトス、ゴーカザル、ジャローダ、エンブオ、ガオガエン、アシレーズが今はまだ出てきていないという状態です。ちなみにこの中の視聴者さんたち、皆さんの一番人気だとゴーカザルでした。一番人気っていう書き方を今回したんですけど、次の御三家でゴーカザルが出てくるんじゃないかなって予想している人が多かったです。その他だとオーダイルとかっていう予想も多くて、ジュカインの方もいらっしゃいました。ジャローダの方もいたんですが、数少なかったですね。で、私は早くジャローダに出会いたいなと思ってます。ちなみに今まで登場した御三家たちを見ていくと、炎タイプでリザードンで、マフォクシー、爆風雲、エースバーン、そして翡翠の爆風雲と、バシャーモンが登場して、ちょうどね6体になってます。続いて草タイプ、ポケモンデーで登場した不思議花、その前、少し前に登場してましたよね、ブリガロンで、ジュナイパーとオリランダー、翡翠のジュナイパーと最新で登場したメガニウム、この6体が登場してます。で、続いてカメックスもポケモンデーで登場しました。水タイプだとカメックス、月光が大剣気、インテレオンで、翡翠大剣気とエンペルトが登場している感じです。で、その他御三家ポケモンじゃないところで言うと、最強ピカチュウで、最強ミュウツー、イーブイも登場してましたよね。そして鉄の包みもクリスマスの時に登場しました。一番下の段は、まあセーブデータ1体につき1体みたいな感じで入手ができる子を一応ね並べてみました。で、一応ですけど、翡翠姿のこの3体が登場先だったんですよね。で、ここも翡翠のところの合わせで登場しています。はい、ソードシールド御三家と、であとね、初代御三家みたいな感じでね、揃ってるところもいるんですけど、結構ね穴開きになってたりするんですよね。なので、そんな感じで、前回がメガニウムで草タイプの御三家だったので、次回は炎タイプの御三家が来るんじゃないかっていう予想が多くて、多分豪華ザルっていう風になったんじゃないかなと思います。続いて、今現在マップに出ているイベントを継続させる方法に関しては、ご存知の方もね多くなったんじゃないかなと思いますが、オフラインでずっと遊んでいればイベントの更新はかかりません。フィールド上だと L ボタンとかでインターネットに接続されてしまうと思うんですが、それをしないプラスポケポータルの機能だと、どうしてもインターネットに接続するものが多くあるので、基本的にポケポータルを使わなければオフラインで遊べると思いますので、ずっとですね、皆さんが今現状マップ上に出ているイベントを継続させるということが可能です。今ちょうどイベント自体が行われていない時期になるので、今オンラインインターネットにつなげちゃうと、どうしてもイベントの更新が行われて、現在マップにイベント残してたのに消えてしまうっていうことがありますので、そのあたりは気をつけてください。で、皆さんが多分最新を残しているのであれば、最強メガニウムと2回目レイドであればハピナスのイベントレイドがマップ上にあると思います。次のイベントが始まるまでは、個人的にはハピナスとメガニウムの最強レイドを残しておく方がアイテムもたくさん集まっていいんじゃないかと思いますので、参考にしてみてください。ちなみにですが、実はオフラインじゃないといけないってお話ししましたが、ローカル通信は使えます。なので、スイッチ2台持ってたりとか、お友達とね直接会って遊ぶっていう時には一緒にね行くことが可能です。私もこれローカル通信で、コードさんの端末を一緒につなげて一人でプレイしてるんですけど、こんな感じでね、ローカル通信の機能でポケポータルの中にある通信交換からポケモンの交換をしたり、あとはユニオンサークルをしたり、テラレイドバトルもローカル通信であればオンラインにはならないので遊べます。はい、そのあたりはね
やったことあるよっていう方もいるんじゃないかなと思うんですけど、インターネットにつなげなければ OK になりますので、ちょっとね補足でお話しさせてもらいました。まあ、最強メガニウムは一人で行くと結構ですね倒しにくいっていう方も多くいらっしゃったんですけど、誰かと一緒にローカル通信で行く分にはですね倒しやすいです。一人が攻撃役、私だと今回この夜空にしていて、でもう一人がどちらかというとメガニウムの攻撃とか下げたりとか、あとは回復をね入れてあげる係、サポート役で連れていくとね本当に安定します。2人の方が早く終わるし、2人の方が楽だったり、2人の方がどちらの端末でもアイテムが入手できたりするので、2台スイッチ持ってたりとか、近くにねいるお友達とローカル通信で遊ぶ分にはずっとね今回のメガニウムの最強レイドだったりとか、ハピナスのねイベントレイドも遊べるようになってるのでやってみてください。でちなみにですね、この夜猿とバランスよく行くのはね吸血のねミュウでした。私の場合は吸血ミュウに冷や水を持たせるプラス冷や水の他に命の雫を持たせておいてサポートしてあげるのがね一番安定しました。まあミュウの場合はもともとエスパータイプなんでそんなにダメージ量入らないので回復とかいらないですし、この夜猿がね立ち回りしやすいように途中でイケイケどんどんかけてあげたりとかっていう要因で使いました。まあ、やることはねソロの時とこの夜猿は同じように立ち回りをして、サポートで入ってくれてるポケモンには冷や水を覚える子を用意して、冷や水でメガニウムの攻撃をね下げてっていう風にやってます。あとね瓦割りのミュウに持たせてある状態で来てるので、初手瓦割りしてもらって、リフレクターと光の壁をね割ってからやってます。はい、こんな感じでね2人で行く時にはね楽にやれる組み合わせも結構ね今回には多いので、いろいろとね試してみるのも楽しいんじゃないかなと思います。はい、あとですね別の動画でまとめたんですけど、メガニウム戦ソロで行くときにシャンテラとかね、私が、動画にしたのってこのヨジャルとラブドボーにしたんですけど、他のねポケモンとかでも行けるようになってるので、いろいろね試してみるのはね楽しいんじゃないかなって思います。そう、そんな感じで今回ねマルチプレイの動画とか、あと2人で行くときにはっていう動画をねお話ししなかったので、今回一番最後に出してみました。今週末はもしかしたらイベントレイドがなく来週になりそうな感じしますよね。本当はね月曜日とか火曜日とかに更新で情報出るかなって思って待ってたんですが、どうもなさそうですので、しばらくはねメガニウムとハピナスのままにして、今私お金少ないのとプラス経験もね結構使っちゃったので数が少ないので、それをね集めるために使おうかなと思います。でハピナスレートのねいいところって実はですねテラピースめちゃくちゃ出るんですよ。なのである程度集まったらテラピースを売ってお金にするっていうやり方も結構ねおすすめだったりします。そんなに数使わないとかね999個いきそうだから800ぐらいにしとくっていう方もね結構いらっしゃるみたいなので、私みたいにねお金少ないんだよねっていう方はテラピースの量をね調整して売りに出すっていうのもありなんじゃないかなと思います。まあ、メガニウムレイドは個人的には今回やってみて最強レイド今までの子たちで一番めんどくさかったかなっていうのを思っているんですが、2人で来るとそんなことなかったのに驚きました。ソロだとねどうしてもねめんどくさくなったりするんですけど、2人だとねこんな感じでね急所に当てるっていうのとかもやりながらもう1体にねイケイケどんどんかけてもらって攻撃力をアップさせた状態でやれたりとかもするので、ワンターンは早いんですよね。なのでやってみた結果半分ぐらい時間残して終わりました。素早さとかね下がるんですけど、これね負けん気なんで負けん気でね攻撃ぐんと上げられるし、後半ねやっぱり早くなるんですよね。攻撃力が強くなるから倒すのが後半は早くなるということで、ビルドアップはね一応ね3回積んだだけにしておきましたが、マックスは積めなかったけどこれで十分半分時間残して勝てましたので、しばらくはね2人で回ろうかなっていう感じです。
はい、以上一応ねお話ししようかなと思って動画撮ってたので、メガニウムレイド回ってみました。で、私の場合は最大ね3個かな、秘伝スパイス1回で落ちたんですけど、どうもですね視聴者さんたちの中だと5個とか6個落ちたよっていう方もいらっしゃってびっくりしました。私だいたいなしか1です。はい、ということで今回はですねメガニウムの最強レイドちょうどよかったので2人で行った時のやり方とかねちらっとお話ししたりとか、次回の最強レイドの予想とかね皆さんからいただいたコメントを元にまとめてみました。この動画が少しでも良かった方は高評価のボタン、チャンネルのご登録、コメントよろしくお願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。それではまた、 See you!